今日は7月の3日で、富士、登山口の、駐車場に今は7時とか8時だな、8時になっちゃったな。予定は7時半だったね。8時到着で、飲み物と晩飯を食べますかということですね。今回はね、お金があまりないんで、高速使わないで下道をずっとね、来ました。所沢の方もあって、16号ね、16号通って所沢、八王子道志道を経て、富士山スカイラインね、それを登ってきた。富士山スカイラインは7月の10日から閉鎖になりますかね。だけどまあ今日は7月3日なんでね、高速の料金もタダで、通れました。10日からはね、規制始まって、あの途中のね、駐車場、水ヶ森駐車場に一旦止めて、バスで、往復と、いうことになります。ちょっと風がね、今日なんかあるんだよな。風があって、このね、ここの駐車場は下り側を、駐車できるということでね、何台止まってたかな、今ね8時なんだけど、まあ20台ぐらいかな。前来た時はね、もう結構、50台ぐらい止まってた。今日はそんなに止まってません。明日は風が強そうだね。雨はね、降らないかと思うんだけど、まあ、わかんないからね、このね、高所はね、雨がすぐ降ってきます。それでは、飯にしますか。4時40分スタート。もうね、風が吹いててね、4時半頃で、風は強いわ。現在地はここです。富士宮5合目、ね、そこからぐーっと行って御八巡りどうするか、それからですね、うん、はい。頂上の方は曇ってるね。雲がかかってる。登山客が少ないね。全然少ないわ。もっといるかと思ったんだけど。山梨側の方はもう相当登っていくかもしれないけどね、うん、はい、駐車場ですね。今6合目に向かっているところですね。6合目に
り行ってみますか。風は相変わらず強いな、風は強い、回されるよ。Thank you.
頂上の浅間大社六院ってやつか。到着。とりあえず頂上には到着した。あとあれか。八巡りがどうするかだな。とりあえずはあそこの頂上に行ってみるか。剣ヶ峰な。剣ヶ峰に行ってみましょう。開いたな。で、内側が見えるかな。見えるよ。だから豊橋。他もでなんか結構何人か死んでるって言うんだけど、他の落ちたってことかね。どこにいたんだろう。近くの風が強い。登山を開始しました。現在の時刻は10時32分です。八巡りをやることになっちゃったよ。なんだっけ、ブルドーザー、キャタピラのなんか業務やってる人がさ、こちらどうぞと言うから、あっそうって言ったらこっちの道になっちゃったから、しょうがない、八巡りやらざれなくなりました。あたりですね。山の底。滝がちょっと口に入ってしまいます。これ。同じだな、これな。頂上、こっちから山梨から登ってくる。ここね、よいしょ、ここも長がってある。はい、これ山梨側から登ってきた人だな。向こうの御釜の方が長がってるから、こっからはいけないんだけどな。向こう側から来られるから。これは外人さん多いんだよな、山梨。予約して2000円払わないといけないね、山梨側、ね。はい、お八巡り一周河口を回って、浅間大社奥宮に鳥居が見えました。
これからの下り、足が持つかどうか。まあ、ゆっくり、だましだまし、行くしかないね。大社銀明水ってのかな、御殿場の降りる口だね。こっちから御殿場に降りるっていうのかな。もう少しだから行かないとダメだな。はい、元いた頂上に戻ってまいりました。これから下山だね。よいしょよいしょ、ちょっと戻ったからな。これからだな、下りは。まだ行けますね。あ、こんにちは。あれ、特に規制なく登れました？10日までね。10日に。あれですよね、バスですね。いや、私も今日これからこの後仮眠して登ろうと思ってるんですけど、うん、特に大丈夫だと。